滅びの国の征服者魔王は世界を征服するようですわ。不登り家による日本の小説、ライトノベル。小説投稿サイト、小説家になろうで、オンライン小説として2015年1月1日から連載。2020年4月からオーバーラップノベルスにより書籍化されている。イラストはとは8。現代の日本人が中世ヨーロッパ風の世界観を有する。 もう一つの地球に転生するという出だしで始まるファンタジー小説。小説家になろうにおいて主流となっている魔法やステータス、レベルといったファンタジー要素は存在しない。主人公が前世で有していた知識を駆使し、大陸を支配するもう一つの人類との戦いに身を投じていくというストーリー構成となっている。連載を開始した2015年1月の末には、 日刊ランキング1位を獲得し、同年2月には週刊ランキングでも1位を獲得した。2020年7月17日現在、小説家になろうにおける累計ランキングは、約75万作品中189位。現代日本において事故により命を失った、主人公は異なる歴史を歩む、もう一つの地球で、シャンジンとしての新たな生を受ける。しかし、 その世界における、シャンジンは、大陸の広域を支配する、クラジンによって、滅亡寸前まで追い込まれていた。わずか二国となった、シャンジンの王国の騎士化に生まれた、主人公ユーリは、前世ではなかった家族との触れ合いや学院での出会いを、通じ、シャンジンの滅亡を回避すべく動いていく。シアルタ王国の昇華の息子として新たな生を受けた、主人公ユーリは、 騎士としての立場から身を引いた父ルークの下で穏やかな暮らしを送っていた。ルークは移動手段として用いられる大足やかける鳥の飼育を行う牧場主として暮らしていたが、ルークの兄であり騎士家としての法屋当首でもあるゴークがもう一つの人類との戦いにおいて戦死したことから新たな当首となることを余儀なくされてしまう。 息子であるユーリも、次期投手としての立場から逃れることはできず、シアルタ王国において、騎士を養成する、騎士院へ入学することとなった。騎士院へ入学したユーリは、キャロルやミャローをはじめとした学友との交流を深めながら、順調な学生生活を送っていた。入学から5年が経ち、卒業に必要な単位の大半を取ったユーリはいずれ必ず来るであろう。 シアルタ王国の滅亡に目を向けていた。そして、王国からの脱出のために必要な資金を得るべく、自身の持つ知識を利用した事業を起こすことを決心する。起こした事業が軌道に乗り、王国からの脱出という目的のための準備を進めつつあった有利。そんな中、有利たちとは異なる、もう一つの人類である、クラジンの軍勢が、 隣国キルヒナ王国へ侵攻することが判明する。学生ゆえに無関係であるはずの有利だったが、昇華の後取りである有利たちを時代の英雄として祭り上げようとする女王の企みにより、戦場となるキルヒナ王国へ従軍艦船隊として派遣されることとなってしまうのだった。オーバーラップノベルスよりソフトカバー版、電子書籍版と合わせて続刊中。ありがとうございます。